はい、というわけでね、どうもこんにちは、企画さんげです。というわけで今回もやっていきましょう。本日はですね、ただの道路に来ております。今回ですね、はい、まあ何か違和感を気づきますよね、こちら。そうですね、はい、架線とね、線路でございます。ということで今回はですね、路面電車をね、見ております。で、今回はね、この最強すぎるね、京阪電車を見てきたというところでね、今回もやっていきます。はい、ではね、本編どうぞ。ということでね、ただいまいる場所はですね、京阪浜大津駅ですね。浜大津駅じゃないんだな、これ。駅名が特殊だ。京阪電車、琵琶湖浜大津駅。琵琶湖とついておりますね。あっち側に見えておりますのは琵琶湖でございます。まあ、見えないか。まあそんな感じで、ね、ただいまいる場所は滋賀県でございます。ね、じゃあ、京神線が来るまで待ちましょう。長いと思うんで、じゃあ一旦カットします。はい、というわけでね、ただいま見ていたので不思議なものがございましたので紹介いたしますね。こちら逆光で見えない制限解除のマークです。これはね、路面電車だから見れるんですよね。はい、制限解除のマークはね、こんな間近で見えますね。触ることも可能ですよ。まあ触りませんけどね、京阪バス。まあそんな感じですね。以上、電車来るの待ちましょう。
はい、というわけでね、この映像を見てもらえればと思いますけどね、この映像ですね。はいね、あ、路面電車、あ、線路が分かれていくということでね、道路から分かれていきますね、という感じですね。はい、ということでね、場所はね、タイムスリップして、タイムスリップじゃない、ワープしましてですね、山月付近に来ました。疲れた。で、めっちゃ疲れた。で、まああちらに見えてるあのトンネルがあれですね。はい、というわけでね、疲れすぎなのでね、はい、私がね、家にいる時に喋っていきますね。はい、あちらに見えておりますのが、あのトンネルね、地下鉄のね、トンネルとなります。あそこからね、地下鉄になって、終点のね、渦政方面へ電車を入っていくというわけですね。という感じで、まあこれがね、最後にね、出てくるところでね、この踏切で出てくるところを撮影して、今回は終了となりそうですね。じゃあ、撮っていきましょう。ということでね、今回はどうだったでしょうかね。はい、というわけでね、今回はですね、最強すぎる京阪電車をね、撮影したということでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。ちなみにね、まとめますとですね、京阪電車はですね、この京神線、ですね、路面電車にも対応していて、山岳のね、急勾配にも対応している。さらに地下鉄にも対応しているというね、3つのパワーを持った最強すぎる電車ということになります。ということで、今回はこんな感じで終わると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。